everyone, let's enjoy JavaCast。今日は撮影日5月の17日日曜日ですね、お昼の11時半頃です。今日のテーマはですね、指先。指先は第2の脳、最強の脳トレというテーマでお話していきたいと思います。ゴリ先生、まだちょっとルービックキューブ始めたばかりなんで、全然揃うのにものすごく時間かかってしまうんですけども、脳トレですね。脳の細胞はやはり定期的にちょっと少しずつ消滅していくということが言われてます。ということは、常日頃から脳を鍛えておかなければいけない。脳を若く保つためには、いろいろと脳トレをしていかなければいけない。そこで役立つのが、第2の脳と言われるこの指先ですね。特に親指とこの人差し指、がすごく有効だと言われてます。自動運転でもそうですよね。ほぼ指先以外のものはほぼ完璧に制御できるんだけども、残りこの本と5本、この10本がなかなか難しいと言われてるぐらいに、やはりこの親指、人差し指、相当、重要になってくるんですね。そこでそろばん、当然、親指と人差し指、両手で端っこに関しては、親指と人差し指使いますし、ルービックキューブもそうですね。最近ゴリ先生始めてたんですけども、もうメインはこの両手の親指、人差し指を動かしていって、揃えていく。ということは、このキューブとそろばん、両方揃えれば最強の脳トレーニング、脳トレの競技が作れるんじゃないかなと思って考えました。まず、新しい競技ですね。ルービックキューブを揃えながら、隣で読み上げ暗算を読んでもらいます。その数字をですね。で、6面キューブを揃え終わった同時に、数字、読み上げる数字を止めてもらって、その合計を言う。6面揃ったのと読み上げの合計の点、当然正解であった秒数を競うというちょっと競技を、広めていきたいと思ってて、最近ルービックキューブ、読み上げ暗算に関してはなんとか、問題なくできると思うので、これはキューブですね。ルービックキューブをどれだけ早く何も考えずに6面揃えられるか。それと同時に、読み上げ暗算、指を動かしながら、2つの作業をやっていく。よく子供の頃、ゴリ先生が友達に驚かれたのが、口で言いながら違う数字を書く。例えば683と言いながら289と書いたりですね。例えば今の生徒もそうですね。そろばんを弾きながら先生とゴリ先生とは会話できるとか、ここら辺に関してはですね、そろばん学習やってる子たち、いろんな処理を同時にこなせるっていうのは得意だと思いますので、この競技思いつきました。ルービックキューブを揃えながら読み上げ暗算を頭の中で計算し、6面揃ったと同時にそこ読み上げ暗算をストップして合計を当てると。果たしてできるかどうかわからないんですけど、ちょっとゴリ先生そこに今チャレンジしてますので、また経過気になる方はこのチャンネル登録しておいてください。またこのチャンネル見に来てくれるとゴリ先生嬉しいです。それではまた。